はいどうも皆さんこんばんは、トウヤとバイソンでーす。バイソンさん、はい、今日はね、はい、とある YouTuber に対してのちょっと挑戦をしたいと思うんですよ。とある YouTuber、 はい、うん、まあ、名古屋を代表する、うん、YouTuber、うん、ラファエル、うん、まあ俺は、うん、まあこいつの動画をいろいろと見させてもらった、うん、結構前にこいつがやっていたものがあった、うん、それがこれだ、激辛ペヤング。前やったじゃん。じゃあ、前やったじゃん。まああのラファエルがなんか激辛ペヤングで、うん、まあ前にタイムアタックやったんだよ、うん、でまあ1分2秒という記録で、1分2秒という記録で体張れる YouTuber 挑戦待ってると、うん、言ってるのに誰もやってない、うん、じゃあやっぱチームゼクシー新激辛王代表のトウヤバイソンはやっぱりこの記録破らなきゃいけないと思う。なるほど。余裕で破らないといけないと思うんです、うん、というわけでね、今回この辛さレベルマックス激辛ペヤング焼きそば、うん、タイムアタックでラファエル、お前の記録を抜いてやる。そういうことだ。なるほど。意気込みは、そりゃもう行ってみよう。まあもうね、この激辛ペヤングも慣れたもんですよ。お前がな、全ての元気をなくすんだね。このソースな、わかる。とりあえず、まずは火薬入れます。火薬、カップ麺食うの前のチャレンジ以来。待って、うん、よく振ってお湯投入。そろいですよ、ラファエル待ってろ。はい、ありがとう。はい、3分待ちます。はい、というわけで雪煮が終わったんでね、今からタイムアタックしていくんですが、一人ずつ交互にやりたいと思います。そうだね。うん、先攻後攻、じゃんけんいきましょう。はい、最初はグッ、じゃんけんぽい。僕勝ったので、はい、先に行きます。うわー、先に行かれたー。先に行きます。激辛ソースの方の投入をお願いします。うーす。ちなみにルールとしては食べ終わって、うん、この容器を置いて合掌してっていうところで止めたいと思います、うん、はーい。そのルールでやっていきます。はーい。食べるときは、口に入れた瞬間がスタートです。あ、もう悪夢再びだわ、この色。本当に。あ、もう、あ、に、匂いがもう。まあでも、進撃から王の我ら二人に。そうですね。あ、このちょろいですよ。うん。ちょろ、カス。うん？カス、このもん。ほう。これはもう1分かかるやつは、うん、全然体張ってねえ。うん。体を張るってのはこういうことだぞっていうのを、うん、あえて同じチャレンジで教えてあげなきゃいけないんですよ。うん、なるほど。1分2秒やったと思うけどな。1分2秒、うん、まあとりあえず1分切れば、1分切れば勝ち確です。よし、いきます。いきますか。よし、バイソンの激辛ペヤングタイムアタックチャレンジです。どうぞ。いただきます。豪快にいきました。これ多分まほっちゃんとかもガツッと食ってたけど、辛さがもうね、完全に喉に広がる前に行かないとガチできついんですよ。1回目の辛さの波が来たらもうこれ負けなんですよ。ここで飲み物を投入。まだ時間は27秒、まだ全然余裕はあります。しゃっくりが止まらんか。これがなかなかきついんですよ。お、いいペース、いいペースだけど、こっからがね、この激辛ペヤングね、なかなか偉いんですよ。バイソンさん、気合入ってます。ノンストップでお送りしております。はい、1分1秒53。ごちそうさまです。ここは私行かせていただきますが、まあ記録はとりあえずバイソンさんのこの1分1秒53、これを抜くことを目標にしたいところですが、見ててね、割ときついんじゃねって思ったんですよね。えぐいですね。あ、この匂い、この悪夢再びですよ。抜けるかな。うわ、匂い、この匂い、キャビアに食べたことある人分かると思うんですが、匂いでね、トラウマが残るんですよね。ちっちゃいじゃないですか。ちっちゃく見えるんですよ、実際食べ出すと
早く食べようと思うと割とちょっと多く感じるんですよね。心の準備はいけるかどうかは別問題としていけるんじゃないでしょうか。泣きそう。これね、食う前はね、食う土地はね、正直に楽だよ、まだ、うん、食った後が地獄。それは、覚悟の上でやるチャレンジだ。うん、トヤさん、でも僕が1分1秒出したんで、はい、その上を行くトワヤさんだったら切りますよね、まあ切りますよね、まあ、まず切りますよね、まず切りますよね。とりあえずラファエルには負けたくないんで。これを出してラファエル再チャレンジ待ってるって言いたいんでね、はいはい、なるほど、やっぱりなるほど。お前ら、俺は本気だから、本気だから、本気で言ってやるから。では、心の準備はよろしいでしょうか。まだです。まだかよ。でもね、ぐだぐだ言っててもしょうがないんで、うん、こういうのは、うん、行きたいと思います。はい、あ、いただきます、言ってね、うん、いただきます。はい、さあ、スタートしました。豪快に一口目入っていく。飲み物を入れる。さあ、順調なようです。うん、うなずいてみます。ペースもまた、また飲む。さあ、あら、辛いよ、辛いよ。さあ、二口目入ってった。さあ、一気に入れて、うん、うん、うん、自分では順調のようです。さあ、あえてタイムを言わないこの鬼畜さ、一体何秒経ってんのか。あーっと、あーっと、これは耐えれないか、耐えれないか、耐えれないか、これは大丈夫か、いけるのか、いけるのか。つらそうだ。大丈夫なのか、大丈夫なのか。さあ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 、どんどん入っていく。3口目、さあ、また飲み物を入れる。さあ、ラストスパートか。さあ、ラストスパート、はい、で最終的に囲んで、はい、ちょっと押すのが遅れてしまったが、1秒です。1秒遅れましたが、だいたいこれはこの記録と言っていいでしょう。1分9秒27。豊さん、豊さん、無理。ラーメン、赤辛通ならこの辛さ、期間限定赤5番。赤5番とはお店で出てくる辛カレーペヤングです。こんな感じのものですね。皆さん見たことあると思いますが、はい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 、豊さん、僕より7秒から8秒遅いっすよ。戦略ミスっすね。戦略ミス、どの点が敗因ですか。がっついてむせてたから、うん、がっつかずに細かく飲み込んでいこうと思ったら、うん、ミスった。ミスった。これね、案外ね、つらかったよ、やっぱり。ということで、戸谷さんの記録は1分、まあ、9秒27としましょう。実際 1.8 秒ぐらい、1分8秒ぐらい。まあ、それでも僕の方が7秒から8秒ぐらい早かったんで、僕の勝ちです。